複雑なそして厳しい安全保障環境の中で国民の命や、そういうことを知りながら白々しい答弁をするんですか。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、南西諸島に住んでいる住民は国民じゃないんですか。東京都練馬区からやってまいりました立憲民主党の山岸一生です。今回の長官の所信からはですね、非常に大事な表現が削除されていたというところが一箇所ございます。沖縄に関して触れた部分でございます。昨年のこの党委員会における松野長官の所信にはこういうくだりがありました。沖縄の基地負担軽減は政府の大きな責任であり、担当大臣として沖縄の方々の気持ちに寄り添いながら目に見える形で負担の軽減が図れるよう全力で取り組みます。今年水曜日におっしゃったことは全く同じ部分ですけども、こういう表現になってます。沖縄の基地負担軽減は政府の大きな責任であり、担当大臣として目に見える形で負担の軽減が図られるよう全力で取り組みます。ほぼ同じ表現なんですが、大事な一文が抜けておりまして、沖縄の方々の気持ちに寄り添いながらというくだりが丸々削除をされております。政治はその同じことを言うのにもどういう言葉を使うか、どういう表現を使うか、でどういう言葉入れてどういう言葉削るかっていう、まさにそこに非常に本質があると私は思っていまして、なぜ寄り添うという言葉をあえて抜いたのか、これ二つ見方があると思うんですね。一つはもう寄り添いませんと、寄り添うことをやめたんで寄り添うという言葉を抜きましたと、会ってもらったら困るんですけども、もちろんそういう理解もあり得る。でもう一個は、この間寄り添うという表現を使っていることに対して様々な角度から批判もありました。つまり現に寄り添ってないじゃないかと、民意に寄り添っていないのに寄り添っているという強弁をするのはおかしいじゃないかという、こういう意見もありました。こういった言葉削るという時には、私はこの二つしかこの理由というか可能性を思いつかないわけなんですね。寄り添うのをやめたのか、あるいはそもそも寄り添っていなかったから言葉を外したのか、他の説明があれば長官からお聞きしたいと思うんですけれども、寄り添うという言葉が今回その所信の中になかった理由として、先生から2つの分析をいただきました。この先生の分析も終わりだと思いますし、加えるとすればですね、通常のことの言葉をしっかり繰り返し、私もこの沖縄に寄り添うということを沖縄の現地において、また国会において繰り返し使わさせていただきました。また言葉、政治は言葉の芸術だという先生のお話もあって、そのとおりだと思いますが、もう一つはですね、やはり行動がどうその言葉に伴っていくかという観点が重要ということであろうかと思います。そういった意味におきましてはですね、一昨年10月に着任以降、私自身これまで5回、公務として沖縄を訪問させていただきまして、地元自治体の皆様や住民の皆様と対話を重ねるなど、理解を深めてきたという自負がございます。例えばこうした沖縄との沖縄に対する活動を通じて、キャンプ付け欄の一部住宅地の土地利用が早期に実現するように道筋をつけるなど、沖縄の皆様の声に真摯に向き合い、一つ一つ取り組んできたところであり、寄り添っていないとの批判があるから表現を変えたということはないと考えております。大事なことはですね、沖縄の基地負担軽減について目に見える制度を、成果を一つ一つ着実に積み上げていくことだと思います。担当大臣として、先生からのご指導の通り、言葉も大事にしながら引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。赤嶺政権君。日本共産党の赤嶺政権です。今日は、安全保障3文書について質問をいたします。2プラス2では、今後増やす自衛隊の弾薬を保管するために嘉手納弾薬庫の使用拡大に向けて具体的な調整を開始することを確認しています。昨年の3文書は米軍の火薬庫の共同使用を追求促進すると明記していました。この具体化に他なりません。総理に伺いますが、総理は代表質問で国会や国民への説明もなく3文書を閣議決定し、バイデン大統領に報告したことを問われたのに対
対し、米国には日本の現状を説明したもので、民主主義を無視したことはないと答弁しております。しかし、すでに日米間で弾薬庫の使用拡大に向けた具体的な調整を開始しております。総理の答弁は事実と違うのではありませんか？事実と異なるとは思っておりません。こうした国会の議論、大変重要だと思っておりますが、一方で日米の協力についての今後について、この日米の間で意思疎通を図っておくことは重要であると思います。こうした日米協力を実現するためにも、国会において丁寧な説明を行い、そして予算、法律という形で了承をいただき、実現に結びつくべく努力をしていきたいと思っています。国会を通る前にですね、具体的な調整を開始したと、資料を今出している資料に書いてあるじゃないですか。防衛大臣は意識的にその部分は答弁抜かしましたけども、皆さんの文書に書いてあるんですよ。具体的な調整を開始したと。これは国会の審議を待たずに、もうすでに始まってるということじゃないですか。もう、総理の説明はですね、これはもう通らないと思いますよ。誰が聞いても通らない。嘉手納弾薬庫だけではありません。2プラス2は空港港湾の軍事利用の拡大に向けて日米が協力することを決定いたしました。その翌日には米軍が宮古島市にある下地島空港の使用申請を沖縄県に提出しています。下地島空港は開港以来政府と沖縄県との間で民間航空以外の目的に使用しないことを確認している空港です。さらに敵基地攻撃能力の保有や、あるいは先端軍事技術の共同研究など、次々と三文書の具体化に着手しています。総理が米国には説明をしただけだというのであれば、こうした作業は一旦停止すべきではありませんか？国会での議論を重視して、国民の皆さんに対する説明も続けていきたいと思っています。2プラス2の時に民間空港の使用が言われて、これを待っていたかのように米軍は国会の審議も待たずに、下地島空港を使わせてくれって言ってるんですよ。総理の答弁と全く当たらないじゃないですか。この、結局ですね、この間の総理の対応というのは、辺野古の問題と同じです。どれだけ県民が反対の意見を示しても、とにかく日米合意ありきで工事を強行しております。私は、これは単にですね、進め方の問題ではないと思います。南西諸島から南シナ海に至る地域の島々に長射程ミサイルを配備するというのは、もともとこれはアメリカの戦略から始まったものです。軍事費を GDP2% に引き上げるというのも、アメリカが同盟国に繰り返し要求してきたものであります。大軍拡大増税の大元には根深い対米従属の構造があるということを厳しく指摘しておきたいと、このように思います。三文書の内容について伺います。総理は施政方針演説で、いわゆる反撃能力の保有と南西地域の防衛体制の抜本強化に取り組む考えを示しました。敵基地攻撃可能な長射程ミサイルを沖縄に配備するということですか？具体的な配備先はまだ決定していないということであります。いずれにしてもスタンドオフ防衛能力の強化により、我が国のさまざまな地域から重層的に相手方の艦艇や上陸部隊等を阻止排除できる能力を保有することが必要です。こうした取り組みにより、自衛隊の抑止力、対処力を向上させることで、武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えております。今、決定していないと、このようにお答えになりました。それを誰も本気で、受け取る人はいないと思いますよ。三文書では、陸上自衛隊の地対艦ミサイル連隊を現在の5つから
7つに増やし、その7つすべてに長射程ミサイルを配備する計画になっています。沖縄ではすでに南西諸島に部隊が置かれ、今年度中に石垣島、来年度にはうるま市の活連にも進編する計画になっております。そもそも沖縄にミサイル部隊を配備するときの政府の説明は防衛上の空白を埋めるということでありました。防衛大臣そういう説明をしてきたと思います。ところが部隊が立ち上がる時期になったら敵基地攻撃のためのミサイルを配備すると、このように言い出しました。相手国から真っ先に攻撃される基地になります。これでは話が違うではないかという声が上がるのは、私は当然だと思います。米軍の訓練についても、当初は計画はないと言っておりましたが、昨年、与那国駐屯地で行いました。総理、あまりにも国民を、住民を、そして沖縄県民を愚弄するやり方ではありませんか。今、長射程というお話がありましたが、我々すればまだこれは決定していることではございませんし、我々は、もしもそういうことになれば、丁寧に説明をしていかなければならないというふうに考えております。沖縄での今までの自衛隊の配備の仕方を見るとですね、最初は与那国島は、ミサイルの計画はありませんでした。しかし、今はミサイルも配備すると言っています。米軍は絶対に来ないと説明していましたが、米軍は来て、訓練をしております。まともな説明をしたことがないんですよ。防衛省は。やっぱりですね、こういうやり方が、で、今度は長距離ミサイルの話が出てきてますよね。で、出てきて今防衛大臣は、もしも配備することになれば、説明していきたいと思ってると。これが、県民を愚弄するやり方ではないかと、総理、そのように指摘されても仕方がないんじゃないですか。しかし、我が国を取り巻く安全保障環境のですね、厳しい現実を踏まえれば、南西諸島の防衛体制の強化は、喫緊の課題であると考えております。こうした取り組みはですね、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部を含む南西地域への攻撃に対する抑止力、対処力を高めることで、我が国への攻撃の可能性を低下させるものであり、沖縄県民ひいてはですね、我が国、国民の安全、安心につながるものであります。南西諸島に長射程ミサイルを配備するという、もう結論がありありの答弁だったじゃないですか。この、まだっていうのは今からやるっていうことでしょ。石垣市議会でですね、昨年の12月に長射程ミサイルの配備について政府に説明を求める2つの意見書を可決いたしました。もともと自衛隊の配備に反対だった議員の提案した意見書だけではありません。賛成だった議員の提案した意見書も可決をしております。彼らからすれば、専守防衛という前提で政府に協力してきたのに、一方的にはしごを外されたようなものであります。最近ですね、石垣島で本土に出ている若い人たちが、自分らは将来石垣に戻れるだろうか、このように話していたということを聞きました。宮古島でもあるお母さんが息子に、この島で根を張って、暮らしなさいとは言えないと、このように話していたそうです。こういう思いを指していること自体、南西諸島の防衛体制の強化を言い、敵基地攻撃能力の持つ長射程ミサイルを配備すると言い、こういうですね、ことが住民の間での大きな不安を巻き起こしているのであります。私はこれはですね、総理、政治の責任を果たしているとは言えないと、このように、思います。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、この、3文書を、閣議決定し、この自衛隊の、この部隊の増強等により、南西地域の防衛体制を強化する。これは国民保護の観点からも重要な取り組みであると考えています。防衛力を強化することが、軍隊を強化することが国民保護に役に立つと言って、沖縄県民が信用すると思いますか？沖縄戦の最大の教訓は、軍隊は住民を守らない。
総理が一番よく知ってるでしょ。沖縄担当大臣、外務大臣もやって、そういうことを知りながら、白々しい答弁をするんですか。最後にですね、政府は一体何のために大軍拡を推し進めようとしているのかという点です。2021年12月、米軍と自衛隊が台湾有事を想定した新たな日米共同作戦計画の原案を作成したことが報じられました。台湾海峡をめぐって軍事衝突が起こった時に、米軍が南西諸島の約40カ所の島々を拠点に中国艦艇へのミサイル攻撃を繰り返し、自衛隊が安保法制に基づいて後方支援を行うという内容です。まさに南西諸島全域を戦場にする計画です。そして何のためにこの防衛力を強化するのか、これは間違いなく国民の命と暮らしを守るためであります。日米に自衛隊の抑止力、対処力、そして日米同盟の対処力、抑止力、これを向上させることで武力攻撃そのものの可能性を低下させる、こうしたことのために防衛力を強化していくと認識をしております。南西諸島に住んでいる住民は国民じゃないんですか。今にも長距離ミサイル、敵基地攻撃ミサイルが配備されて住めなくなるんじゃないかと怯えてるんですよ。怯えてる人たちがいる。それに対して、いや、国民の命を守るためだと、こういうことを言って、ごまかそうとする。今度のですね、共同作戦計画というのは、作っていることを認めておりますが、今度の2プラス2でも、着実な進展を歓迎すると。そしてその中で、海兵沿岸連隊という部隊を再編することも明記しています。小規模な、部隊が島々に分散して展開し、無人の対艦ミサイル相手の艦船を攻撃するというものです。まさにですね、報道された共同作戦計画の具体化です。国民の命に関わる問題ですよ。政府間だけで秘密裏に進めることなど許されるはずがありません。台湾問題をめぐって政府が一体どういうことをやろうとしているのか、その結果どれだけ国民にどれだけの犠牲が、生じることを想定しているのか、国民に、説明、すべきであります。複雑なそして厳しい安全保障環境の中で国民の命や暮らしを守るために政治は責任を果たさなければいけない。じゃあどうやってその責任を果たすか、これが今現実的に問われている、こうしたことであると思います。そして現実の中で、政府としてその責任を果たすために防衛力の抜本的な強化は必要であると認識をしています。そのために自衛隊の、そして日米同盟の対処力、抑止力を向上することによって武力攻撃そのものを、未然に防ぐ、こうした取り組みを進めることが重要である。軍事力を強化して国民の命を守るというのは、沖縄戦を体験した県民にとっては絶対に納得できるものではありません。日本政府がやるべきことは緊張を高めることではなくて、アメリカや中国とも平和外交、話し合いで平和を作るための努力をすることだと申し上げて質問を終わります。これにて赤嶺君の質疑は終了いたしました。